ちょっといろいろ渋滞してる、いろいろ渋滞してます。あのルンバがこっち来た。あ、ドラちゃん入ってこないで。ドラちゃんコックピットの中入ってきた。ちょっと待って、ルンバやめろ。ルンバこっち来るな。やめろ。ドラちゃん来た。やばい。逃げろ、一回逃げろ。今ね、久々にマリオサーキットをね、実家ではなく、俺が一人暮らしを始めた家で、やってるんですけど、もしかしたらこれドラちゃんが攻撃してきてるかもしれない。そして、あの、ルンバも掃除させてるんですよ、今。ちょっと、マリオサーキットやったらゴミを散らかってることに気づいたので、ね、あの、掃除大事かなと思いまして、あの、やってんだけど、ちょっと待って。ドラちゃんがね、近くにいるんよ。うわ、ルンバだ。びっくりした。動かん。ドラちゃん。こんにちは、ドラちゃん。いや。ドラちゃん、すごいマリオに興味津々。痛い。すごい。ただ、ルンバも一緒に走ってるから、ルンバと競争してくる。おい、ルンバ何やってんだ。ルンバが散らかした。ルンバ、それ持ってっちゃダメ。何やってんの、ルンバ、おい、ルンバ散らかしちゃダメだよ。なんか当たってんだけど、何これ。え、ドラちゃん当たった。今当ててきた。よう、ドラちゃん、いて、え、ドラちゃんが上から落ちてきた。びっくりした今。ドラちゃん。かわいい。なんかずっと見てられるわ。それじゃ、ルンバもマリオも気になってる。びっくりした。ルンバだ。ルンバ来てドラちゃん逃げちゃった今。